あいつは神様も倒したやべえやつだけど。いよいよ次は決勝戦です。準備はよろしいで。わかりました。それでは決勝戦を開始します。ご来場の皆様、お待たせいたしました。いよいよ決勝戦が始まります。天下一の達人は果たして孫悟空選手でしょうか、マジュニア選手でしょうか。では両選手どうぞ。じゃあやってみっか。頑張れよ悟空。死ぬでねえぞ。オラ新婚早々未亡人なんて嫌だべ。仲間と別れを惜しむ必要はないぞ。貴様を殺した後すぐにこいつらもあの世に送ってやるからな。そんなことにはなんねえさ。さあ第23回天下一武道会、天下を取るのは果たしてどちらでしょうか。覚悟はできたか。何の覚悟だ。もちろん死ぬ覚悟だ。それでは天下一武道会決勝戦始めてください。宇宙軍、今度のピッコロ様の実力は3年前とは比べ物にならんぞ。オラだけだ。ついに始まりました。最後のようだ。天下一武道会決勝。よし、どちらが天下一の座に立つのか。だが、これは俺様の本気と思うなよ。じわりじわりと貴様を撃つ。マジュニア選手、その中心に向かって突進。よっ。おお、その選手の鋭い攻撃がマジュニア選手に決まりますよ。あらさらにやらすぎや。やめにしようぜ。よかろう。上から恐怖の世界を見せていってやる。会場もろとも吹き飛ばしてくれる。消えてなくなれ。
鬼、跳ね返る。なんてやつだ、これやがった。おのれ。この俺様に一瞬とはいえ恐怖を与えおったな。ものすごい孫悟空選手の攻撃でした。しかしマジュニア選手、信じられないことにこらえきりました。あれ？はて、どこかで。に、似てるぞ、ピッコロ大魔王に。ピッコロ大魔王？そういえば。ほんとだ、似てる。そっくりだ。似てて当たり前だ。この俺はピッコロ大魔王の生まれ変わりだ。世界中に知らせておけ。孫悟空の息を止めた後、再び貴様らの王になってやる。ピッコロ様の天下がよみがえるのだ。これは大変なことになりました。マジュニア選手は実はピッコロ大魔王だったのです。プロね。みんなも少し離れてくれ。その方がオラも戦いやすい。わかった。ゴミどもが散って静かになったぜ。言っとくが、おめえなんかに天下は取らせねえかんな。そういう自信にあふれたセリフは次の技を見てから言うんだったな。いよいよこれで貴様の最後が見えてきたな。でっけえ。死ね。これで貴様に勝てない。ありのようにあっさりと潰してやる。果たしてでかくなっただけだろうか。この間味わうまいね。とんでもなく、マジュニア選手がとんでもなく大きくなってしまいました。孫選手はどのように活動させていたのでしょうか。返そう。孫選手の攻撃が続けたまにヒットしました。くだいとだ。マジュニア選手を相手に臆しません。くだいとだ。ものすごい攻撃を放ちました。孫選手、押されているぞ。孫選手の攻撃が続けたまに落としました。その分上下に落ちやすいかと思ったけど、そんなこともねえか。貴様が考えるべきは自分が死なない方法だけだ。もっとも、そんな方法はありはしないがな。ゴロを倒すことも大切だけど、
その命に神様をどうにかしなきゃ。さあ、どうしたもんかな。限界地武道会会場周辺の観測はほとんど皆さんが通ります。おそらく観客や住民はこのパパイヤ島から急いで脱出しているものと思われます。私は島を離れたいところですが、どちらが勝ち残ることかまではこの場を離れるわけにはいかません。デカさに慣れてきたぞ。おのれ、すばしこいやつめ。へへ、それぐらいの大きさだったら怖くなんかねえさ。もっともっとでっけんだったらやべえけんどな。これ以上は大きくなれんとでも思ってたのか。うわ、まさかそれで目いっぺいじゃ。見るがいい。ものすごい大きさ、まるで山です。さあどうする。引っかかったな。天使班、こいつを。これは開けてくれ。よし。一体そうか、私はマフーバを跳ね返されて。神様ですな。悟空のやつが見事な作戦であなたを救出したのです。悟空が？おのれ、なんだ、元に戻るんか。また体の中に入られちゃまずいもんな。この俺をここまで。許さん、絶対に許さんぞ。何もかも吹き飛ばしてくれる。ピッコロ大魔王様の最後の賭けを受けてみるがいい。なんてものすごい木だ。こんな超パワーな木は初めてだ。いかん、こりゃとんでもないぞ。逃げろ。みんな今すぐこっから離れるんだ。悟空さんはどうする気だ。ほら、これで見せる。バカを言え、いつまで五条を張るつもりか。一緒に逃げろ、逃げるんだ。くそ、ダメだ。もうみんなが脱出する時間がねえ。聞く方。おいみんな、死にたくなかったらこの穴に飛び込め。よし。悟空、無理するんじゃないぞ。無理だ、孫。てめえ、もたもたすんじゃねえよ。
神だかなんだか知らねえが、とっとと入りやがれ。死ねえ。終わった。泣いちゃったもんね。バカな、そんな。もうおめえに勝ち目はねえ。今ので残ったすべての気を使い果たしちまったはずだ。優勝いただき。行くぞ。あれを耐え切るとは。化け物か。やっちゃう。はっ。はい。と。じっ。はい。はい。まだ。はい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 。なんだ。これは。はい。やっ。さっきのフルパワーの一撃で。使い切っちまったんだ。おめえの失敗だったわ。オラも耐えられっかどうか一か八かの賭けだったけど、こうなっちまえばオラの勝ちだ。いっけ。はい。はい。地獄を見せてやる。逃がさんぞ。受けんない。終わらせて。おいしい。認めてたまるな。魔の世界を俺様は。
しぶてえな。うえ、このまま終わると思うなよ。今のおめえオラを止めてね。つもりだ。おーい、うわー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 うわシンパノちゃん、カウント。あ、はい。これはひょっとして死んでいるのでは。死んじゃいねえさ、こいつはそんなヤワじゃねえよ。ではカウント、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン。はぁ、うわぁ、はまだ生きていやがるか。だが残念ながらここまでよ。まずは右足、左足。うわ、これで動くのは左手だけだ。だが前の戦いでは腕を一本残してしまい、父は敗れた。これで貴様は全く身動きができん。最後の一撃を食らうがいい。殺される、悟空が死んじゃうぞ。おい、天津飯とやら、この私を殺してくれ。そうすれば奴も死ぬ。しかし早くせい。神は自殺はできん。
それ以外に孫を救う方法はないぞ。やめろ。そんなことすんな。そんなんじゃ無理だ。この一瞬を俺は待ち焦がれていた。ピッコロ大魔王の仇はピッコロ大魔王が撃つ。しらー悟空いくらシャンロンといえど、これではもう復活はさせられまい。勝ったぞ。孫悟空は死んだ。恐怖に満ちた魔の世界を復活できるのだ。そんな畜生、よくも悟空を。最悪の事態になってしもた。ついでに貴様たちも始末をしてやる。あの世で孫悟空と対面するんだな。なんだと？くそ。なんじゃクリリン。天津飯さん、あんた目がいいだろ。あれ、ひょっとして。やっぱり悟空だ。なんと悟空術だ。おめえの負けだ。この一撃を武空術で避けるなんてな。驚かせやがってこの野郎。オラ優勝したぞ。大丈夫け悟空さん。あんまし大丈夫じゃねえ。すぐに病院へ連れてってやるぞ。心配無用だや。オリが先祖を持ってきてやったんだわ。あ、お前は。やじろべ、なんでここに。ちょっと様子を見に寄っただけだわ。そしたら急に爆発してまうもんだで、とっさに隠れてって。そんなことはどうでもええでしょう。ほら、け。ありがてえ。やったー。
天下一武道会で優勝したぞ。なんと。やべ。待て。なんだソン。そりゃこっちのセリフだよ神様。一体何をする気だったんだ。こやつはまだ生きておる。息の根を止めねばならん。生かしておいてはならんのだ。ピッコロを殺せばあんたも死ぬんだぞ。そうなったらシェンロンに頼んで私だけを復活させてくれればよい。神様が嘘をついてもいいんか。何。ドラゴンボールとシェンロンはもともと神様が作ったんだろ。だから神様が死んじゃったらドラゴンボールとかも消えてなくなっちゃうんじゃねんか。それは本当ですかな。この私なんぞもうとうの昔に神をやめるべきだった。ピッコロなどという恐ろしい悪を生み、その力は神をも超え世を混乱に陥れたのだ。そんな私に神の資格などあろうはずがない。死んで当たり前なのだ。じゃが世を再び平和に導かれたのもあなたですぞ。あなたの作られたドラゴンボールがなければ今の孫悟空やここにいる者たちの成長や出会いはなかった。たった一個のドラゴンボールから全てが始まり、そして世を守ったのです。孫よ、良い師匠に出会い育てられたな。うん、ちょっとエッチだけんどな。いや、わしは基本をちょっと教えただけで、ここまで成長させてもらったのはあなたやカリン様が。はっ。ん？やはりお前は亀マークのついた道着が一番似合うわい。サンキュー。やじろべ、先頭もう一粒くんねえか。え、おめは一つじゃ足りなかったのけ。ほれよ。サンキュー。食え、元気になっぞ。なんだ。お前、何するんだ。バカ野郎、何考えてんだよ。おめえがこのまま死んじゃったら神様も死んじゃうもんな。それによ、宿敵がいなくなっちまうっちゅうもちょっとだけ寂しいしな。その甘さが命取りになる。今日のところはこのまま引き下がってやるが、そのうち必ず貴様を倒し世界をいただくぞ。この次に会う日までせいぜい楽しんでおくんだな。もっともっと修行して強くなれピッコロ。ほら、その強さをもう一歩超えてみせる。あんなにチビだった孫くんなのに、今は山よりも大きく見えるなんてね。悟空さーん。よかった。生きててよかっただよ。何すんだよ父。そうか、忘れておったわい。悟空のやつ新婚さんだったんじゃ。孫よ、私に代わって神になってくれぬか。その資格は十分にある。二人で天界に住むがいい。え、オラが神に。冗談じゃねえ。やだよ、あんな退屈なとこにずっといたらそれこそ死んじゃうよ。私の後を引き継ぐのはお前以外にはおらんのだ。ビーキントンやーい。
ソン。みんなバイバイ、また会おうな。スプリー、ゴーグー。追いかけなくてもよろしいのですか。いや、無理強いはできない。あやつはひとところにとどまる性格ではありませんからな。なに、そのうちさらに強くなってひょっこり現れるでしょ。神様の誘いを断ってよかっただか。あんなとこ行ってもつまんねえよ。それよかおらもっと強くなりてんだ。そんでピッコロよりさらに上に行く。天下一武道会で優勝してもまだ強くなるべか。さすがオラの旦那だべ。どうせならピッコロよりもぶっちぎりで強い男になってけろ。ああ、よし行くぞ。父、振り落とされんなよ。うっ。